はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見て思った話。いや、いよいよスタートいたしましたね。風間公親教場ゼロ、木村拓哉さん主演の月9ですよね。いや、久しぶりですよね。月9ヒーロー以来じゃないですかね、木村拓哉さん。今回はまあ脚本君塚良一さん、演出中江勲さん、いや、そして長岡弘樹さんのね、この小説教場シリーズの映像化なんでね、いや、見応えがありましたよね、第1話から。いや、これは皆さん待ちに待った風間公親教場ゼロなんですよね。まあ、警察学校の教官である風間公親が、まあ、教官として警察学校に赴任する以前の、まあ、新人刑事の教育に刑事指導官として当たっていた時代に、この遡るストーリーなんですね。で、風間がいかにしてこの教官風間公親に変貌を遂げたのかというのがね、明らかになっていくんだろうなぁと思って初め見たんですが、いやいや、風間公親そのものじゃないですか、この指導官も。とは、この風間公親、この科目で、いや、なんとも言えない、あの木村拓哉さんの、もう得体の知れないあのオーラ、いや、凄まじいものがありました。いや、これただの刑事ドラマではないんですよ。いや、風間公親が、この、存分に味わえる、いや、これは木村拓哉さんならではの、まあ、スーパースターが醸し出すあの雰囲気、いや、これは木村拓哉しかできないですよね、風間公親。まあ、新たなやはり木村拓哉さんの一面を見るドラマと言ってもこれは過言ではないと思います。そしてこの刑事指導官の風間とキャリアの浅い新人刑事とのバディを組むんですね。そのバディ役が瓜原、そうなんですよ。今新進気鋭乗ってる赤楚衛二さんなんですね。まあ、以前ね、ケイ君もスーパーリッチ、あの江口のり子さん主演の氷河守る、その相手役と言っていいほどね、赤楚衛二さん春の夕役でね、見事な演技をね醸し出していたんですね。いや、この時の赤楚衛二さん春の夕役だったんですが、まあ、スーパーリッチでもね、この穏やかな、そしてあの目のクリクリっとしたな、あの優しそうなあの雰囲気がね、目のクリクリっとしたね、まあ、なんとも可愛げのあるあの顔立ち、いや、これはもう母性本能くすぐるんじゃないかと思った。見事にね、まあ女性陣たちはね、くすぐられてね、ファンになった方も多数いらっしゃるんではないかなと思いました。その赤楚衛二さん、いや、今回もね、またいい役どころだと思いますね。そして朝ドラですよね、梅津貴司役、いやー、これもね、なかなかね、やはりその優しさと、こうちょっと包み込みたくなるようなね、あの演技。いや、今回もね、木村拓哉さんの胸を借りて、まあ、挑むこの新人バディ役、いやー、実に良かったと思います。もう新人刑事瓜原役ですよね、赤楚衛二さんのね、あの優しさというか人を包むようなあの雰囲気に、人に寄り添っていく、あれがその赤楚衛二さんの持ち味ではないかなと思います。で、木村拓哉さんと初共演なんですよね。で、誰もが憧れ、誰もが簡単に渡ることのできないこの王道を約30年間も走り続けている木村拓哉さんですよ。その新進気鋭の俳優として注目され、で、今非常にね、こうガッとね、爆上がりしているこの赤楚衛二さんとのこのバディ、いや、これは見応えがあったと思いますしね、絶妙なこのバランスで絡み合う二人のこの感動すら覚えた感がします。まあ、第一回のこのドラマですね、まあ、二つの事件について、まあ、そこがまあ現場が教場になっていくんですよね。
まあ、窃盗犯を捕まえたことで所長賞を受賞した瓜原赤楚衛二さんですよね。その、まあ、第一課のこの配置替えを命じられるんです。まあ、そこには刑事指導官のある風間公親がいるんですね。ここで犯罪捜査を学んでいくんですが、まあ、風間道場と呼ばれる場所で、まあ、早速にこのタクシー内での刺殺事件が起こるんです。それに捜査に加わる瓜原、その現場での風間との対面、いやーこの時のね木村拓哉さんのいやー半端ないオーラですよね。あの何とも言った落ち着いた雰囲気の中で的確な表現力を持つ木村拓哉、その威圧感って言いますか、その時に教官としての風間公親がもうすでにこの指導官時代に出来上がっているんではないかとね、 K 君はね感じましたね。でこの事件、ホストクラブのオーナーとサングラスにマスク姿の女性がタクシーに乗り込んでいくんです。で車内で男性は右、次も右、左へとね細かく道を指示するんです。まあ、明らかな遠回りであった道でもさっき曲がった道に出る、いやこれはおかしいとね、あのタクシー運転手マギさんが演じてましたが、まあ、不審に思うんですが、その中で男性は殺されていた。風間はその女性の名前に注目すると、まあ、新人刑事の瓜原はそれには全く気づかずに女性を逮捕するまでは持っていけないんですよね。後に風間が決定的な証拠を突きつけるんです。女性は逮捕されるんですが、その証拠が驚きのダイイングメッセージだったというね、この第1話。いや、あのダイイングメッセージ。そのダイイングメッセージの仕掛けがすごいんですよ。ということはですよ、このホストのオーナーは自分が殺されてしまうっていうのを、いや、もうすでにこれは察知していてダイニングメッセージを残したことになりますよね。いや、もっと言うならむしろこの女に殺されたかったんではないかと K 君は思うんですよね。その被疑者の名前が日中由美とね、この一筆書きで書けるので、そのタクシーの運転手に右行け左行けって言ってこの字体を書かしたっていうね、道路にこの字体を書かしたのが後にこれが、まあ犯人への、まあ、証拠になってというかね、自白の要因になったというんですからね。いやーこれってどうなんでしょうね。それで起訴ができるとも思えないんですが、まあそういう事件の内容よりもその風間公親と瓜原赤楚衛二さんと木村拓哉さんのあのやりとりがね、そこがねやはり K 君はね見応えがあったと思うんですね。事件もさることながら、まあ、そこに持っていくそのプロセスですよね。風間公親がその地図に向かって500円玉でこう描くんですよね。それをこう前で見せているんですよね、瓜原の前で。しかし瓜原は何占いですかみたいなことを言うんですが、そこに気づかない瓜原、まあ、これがね一つのポイントでもあるんですよね。なぜお前は気づかないんだ。いや風間公親は本当は冷酷で沈着なんだけども、新人刑事を育てるんだというね、何か心の叫びみたいなものを感じるんですよね。それがね、木村拓哉さんの演じる風間公親の中にこう重なり合っている場面がね、非常にこう印象深かったんですよね、ケイ君には。冷酷冷淡の中にその思いやりみたいなものが見え隠れしている。いや、いかがですかね皆さん。なぜかというと、風間公親が乗っていたあの警察車両のナンバーが9431だったですよね。これは赤楚衛二さんの誕生日94年3月1日と一致しているんです。ファンの方ならもちろん気づいていらっしゃると思うんですが、
瓜原と唐間公親のこの車のナンバー9431、これも先ほど言ったように風間公親が瓜原に対して、俺はお前を見てるんだと、これもお前気づけよというね、何かそういう優しさがにじみ出ているドラマではないかなというのもちょっと気がかりになりましたね。そしてもう一つの事件ね、市原隼人さん出演されていましたね。いやー、市原さんやっぱかっこいいっすよね。いや、今回妻をひき逃げした男に復讐をするというね。で、なぜその犯人が分かったかというと、この火薬によるアレルギー反応、これを見抜いた、まあ、風間公親なんですよね。まあ、そこにこうたどり着けるのかっていう、この瓜原赤楚衛二さんのね、もう必死のあの、なんというか食らいついていっているあの姿勢がね、なんともいいなとは思いますし、第1話はね、赤楚衛二さんだったんですが、いや、今後もね、この風間公親とね、バディを組む、いや、この、まあ、新垣結衣さんとか、北村匠海さん、白石麻衣さんに染谷翔太さん、まあ、数々のね、まあ、素晴らしいキャストがね、これ揃ってるんですね。風間公親、木村拓哉さん対、この新人バディのこの絡み、いや、この化学反応がね、今後も楽しみになる。1話から、もう強烈にね、この印象がありましたので、ますます面白くなっていくんではないかなという予感がいたします。それでは皆さん、木村拓哉さん演じる風間公親、これを最後まで見届けていきたいと思います。それではまた皆さん、お会いする日までごきげんよう。さよなら。